はい、皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、動画をこう撮るってなった時に、動画でこう大切なやっぱり画質だとかそういうのっていろいろあると思うんですけど、やっぱりこう皆様にこう直接お伝えさせていただくってところで、音声声の伝わり方ってとっても大事だと思うんですね。それでこの ZV-E10 の方のマイクっていうのはとても優秀なんですけど、やっぱりこう外部マイクっていうのがいろいろありますよね。で、そういったものがこうどれだけ違うのかっていうのを、私のちょっともう持ってるものだけなんで、そんなにラインナップっていうのは豊富じゃないんですけど、テストをしてみようかなと思いました。で、次にこう装着する、マイクっていうのをこう紹介させていただきながら、このように喋って、そのマイクを紹介するっていうので、音声の検証っていうのをこのついでにしていきたいかなと思います。で、最後にドコモの方でですね、先日契約してまいりました、アカウントに関してのちょっとトラブルがあって、それの解決っていうのは本日できたので、そちらの方もし困ってる方がいるかもしれないなっていう想像でなんですけど、なのでその困ってる方がいらっしゃったら、そこでこの役に立つ情報っていうのを伝えられるかもしれないので、一つ雑談を交えさせていただきながらマイクの方のテストをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、なんですけど、まずは ZV-E10 のマイクを使いまして、現在収録しておりますが、ZV-E10 の内蔵マイクになります。で、こちらの方がなんですが、こう優秀ってことで、とてもこう便利に使ってるんですけど、じゃあ他のマイクに付け替えるとどうかっていうのが本日の内容でして、次に付けてみたいのが、こちらですね。よいしょ。これ私がちょこっと高めのこのマイクっていうのを買う前に入手して使っていた、ガンマイクになるんですけど、はい、こちらがなんですけど、そのボヤっていうメーカーの、BY-MM1 っていうコンパクトなガンマイクになります。この後こちらに付け替えて収録を再開していきたいと思います。で、こちらなんですが、私MK200、ゼンハイザーの MK200 ってマイクを購入する前に、つなぎで一瞬使っていたマイクになります。で、その前はロードのビデオマイクロっていうのを使ってたんですけど、そのあたりと比べても、そんなにひどい音ではなかったなって印象だったんですけど、今回ちょっと比較検証してみたいなと思いました。はい、現在装着しておりますのが、先ほど紹介させていただきました、ボヤの、BY-MM1 っていうマイクになりますね。声の聞こえ方とかはいかがでしょうか。で、この後なんですけど、引き続きまして、先ほど紹介させていただいたこちらゼンハイザーですね。これが今私メインで一番使っております MKE200 っていうマイクになります。こちらの音響メーカーのゼンハイザーが出している、とてもこう優れたマイクになりまして、本当使っていて何の不自由もなく、とても便利に使えている、とても性能のいいマイクだと思います。ただちょっと一つ難点があって、で、はい、こちらを100V からこう AC アダプターを介して、バッテリーのアダプターを介し、電源をこう供給しながら使用しますと、ノイズを拾ってしまって、こうずっとこうノイズが入ったような音しか取れなくなってしまうんですね。そちらがちょっと唯一にしてこう最大の欠点なのかなと思います、このマイクの。それさえなければ、こうバッテリー駆動ではなく 100V のこのアダプターですね、そちらからこう電源を取りながらずっと使うこともできるので、すごく残念なトラブルでございますね。はい、では、この後こちらのマイクに交換してまいります。現在使っておりますのがゼンハイザーの MKE200 っていうマイクになります。で、こちらのマイクはとても優秀で、よく、私が使っているマイクですね。で、その1個前にこの BY-MM1 っていうこのボヤっていうメーカーのマイクを使ってみました。で、こちら MKE200 の次なんですが、1個ですね、これ挟んでみまして、このソニーの昔のですね、これ昔のステレオマイクになります。はい、こちらになりますね。で、こちらは、おそらく、こう、カセットのレコーダーとか、あとは MD ですよね。そういった時に、ご自身でこう録音したりとかっていう時に使われてたものなのかなと思います。で、型番としましては、ECM-719 っていう、このステレオマイクになります。こちらは、ちょっとこう、ピンで止める形のものなので、別のところにこう挟んでどういう音が取れるのかなっていう、これあくまでお試しですね。どういうふうにカメラだと収録できるかって試してみたいと思いました。はい、ではこの後交換してまいります。はい、今なんですけど、ソニーさんのステレオマイクに、交換してみております。今インジケーターだけ見てると、やっぱり明らかにこうちょっと拾うレベルが低くて用途が違うのかなっていう感じなんですけど、使ったことがなかったので今回試してみたかった感じです。で、1個前はこのゼンハイザーの MKE200 ですね。こちらを試してみました。
で、引き続き、次に、装着してみたいマイクなんですけど、こちらですね。こちらも同じ、先ほどと同じく、ボヤっていうメーカーの、マイクになります。はい、こちらになりますね。で、こちらは少し、先ほどのとは違いまして、まあ、国内ではちょっと珍しいのかなと思います。このボヤの、プロフェッショナルステレオマイクロフォン、ステレオマイクですね。それが偶然こうちょっとフリマサイトで出ていたので購入してみました。で、どのようなものなのかな、音がどうなのかなっていうのをこの収録して皆さんにご紹介したかったので、まだ未開封のものになります。で、こちら今一緒にこう開封していきたいと思いますけど、はい、このようにパッケージを開けまして、まあ、どのような性能なのかなとか、どういう音が取れるのかなとかっていうのをこう楽しんでいくの結構いいですよね。はい、で、こちらですね、ポーチに入ってますね。で、ポーチの方を開けてまいりますと、はい、このように乾燥剤と一緒に、はい、ステレオマイクですね。こちら、ステレオマイクが入ってまして、で、こちらちゃんとこうマイクの、コールドシューアダプターとかホットシューアダプターに装着できる形になっています。で、ソニーさんの今使っているマイクはそれがついてないので、まあ、そこはちょっと違うのかなと思いますね。で、あとは、こちらケーブル。これが4極のものがついているので、スマートフォン用ですね、スマートフォンなど用で、あとこちらが普通の 3.5mm ジャックになります。なので今回こちらですね、こちら使っている形になります。で、あとまだこっちに、ケースの下の方ですね、下の方にチャックがついていて、そちらの方も開けて何かが入ってるんですね。開けてみますね。で、こちらはスポンジですね。スポンジでこういうふうにマイクの両端につけて、こう風防代わりに使うタイプのスポンジ。で、あとはこうおなじみのモフモフが入っていました。こちらですね。で、今回は室内で撮影するだけなので、よいしょ、こちらは装着せずに、このマイクのみ装着していきたいと思います。はい、では交換します。はい、今装着しておりますのがこちら、ボヤの BY-MM3 っていう、ステレオマイクロフォンであります。声の聞こえ方とかいかがでしょうか。マイクのインジケーターを見るとこうしっかり反応しているので、音拾えてるなってのはわかるんですけど、まだ現像じゃない、動画を編集してみるまで、どのような音なのかっていうのは私には聞こえないので、今後ちょっと今回、編集してみるのが楽しみでございます。で、次に、検証してみるのが最後でございまして、これだけちょっと価格帯が変わります。はい、こちらになります。こちらなんですけど、もうこれは本当に高級なマイクの一つになってきますね。はい、先ほどの MKE200 と同じメーカー、ゼンハイザーさんの、こちらですね、MKE600 っていう上位グレードの、ショットガンマイクって呼ばれるものになりますね。で、こちらはこう外しますと、このように長い、集音部と、まあ、それに伴うこの、ショットガンの特性ですよね。指向性っていうのをこう保つためにいろんなマイクとかが収納されてるんだと思います。で、こちらに、フィルター関係の設定と、このバッテリー使用時の、インジケーター。これ XLR 端子用なんで、そちらの方にこう、ファントム電源かなを取れないときに、中にこの単三電池を入れて使用するようになってます。で、この後、単三電池を入れて、はい、形としてはこのように回してって、引っ張るとこの単三電池入れるところでできますね。こういうのようになってます。で、こちらに単三電池を入れて、で、こちらに、純正のアダプターを装着して 3.5mm ジャック。ファントム電源を使わない際は、その 3.5mm ジャックを使う。で、3.5mm ジャックの時は、電源の供給が間に合わないので、単三電池が必要になります。そちらの方は用途に応じて、ご使用ください。で、この純正の、これですね、マイクのスタンドも付いてますので、こちらを装着して、ホットシューの方に固定していきたいと思います。はい、こちらが MKE600 の音質になります。いかがでしょうか。まあ、方向性としては、こちら、同じメーカーの MKE200 と大きな違いっていうのがあるのかないのかっていうのも私もこう聞き比べたことがないので、今後ちょっと動画を編集してみるときに聞いて楽しみたいと思います。で、こちら本日紹介させていただきました、これですね。BY-MM1 ボヤっていうメーカーのマイク。で、それと、同じメーカーの、この BY-MM3 っていうステレオマイクですね。で、あとソニーさんのステレオマイク。
と先ほどの MKE200、まあ、あのこれと現在使用しております MKE600 と、比較してみました。まあ、あの室内でのこの声の聞こえ方なので、大きな差っていうのは今後あのまだ現段階だと感じられないかもしれないんですけど、どういう風に違うのかなっていうのが後ほど聞いてみて楽しみたいと思います。はい、であの今回のその比較検証の動画って意味ですと、これで終わりなんですけど、実はあの先日そのドコモで契約してきて、ドコモの契約の後私アハモに乗り換えようと思ってたんですよ。同じ系列なので、もうそのままその D アカウントを通じて簡単に乗り換えできるだろうなって思ってたんですね。でもそれが全くできませんでして、まあなんでだろうなんでだろうってなってる、まあ2日過ぎてしまいました。で、まあ、あといろんなこう登録だとかその電話番号の、登録とかそういうの、いろいろですね、あのホームページ、ドコモさんのホームページ調べながら進めていったんですけど、何をやってもその D アカウントと、電話番号、携帯番号ですね、その契約している SIM のそれの紐付けができなかったんです。で、これ私のミスでもあるんですけど、ちょっとそこがすごく、販売店さんとかその店員さんの説明とかに応じて分かりにくかったところであるので、まあ、困ってる方がいらっしゃったらそこでそうシェアできるといいなと思ってお伝えしてさせていただくんですけど、まあ、D カードですね、 D ポイントカード、そちらを発行していただくときに同時にこの D アカウントっていうのを作ってたようなんです。ただそれは実際私には伝わっておらず、でうちの奥さんも同時に契約してきたんですけど、2人ともそれ把握全くしてませんでした。で、そのまま、それをポイントカードですね、で読み込んでいろいろこう進めていったら、そのアカウント登録してくれとか D ポイントとカードを登録してくれって形になって、それを進めていったら、まあ、要はその紐付いてるアカウントと別にもう一個アカウントを我々が勝手に作ってしまったって形になっちゃったんです。ただこれっていうのはその送られてくるメールとか同時にこう契約してる契約書ですね、そういうのに当たり前のように書いてあることなんですね。だからそれを読まなかった私たちっていうのもとても悪いと思うんですけど、まあ、その辺っていうのがしっかり伝わってなかったよっていうのを、今日ドコモのショップに行った時に、あ、こういうのあったんですねって初めて知った形になりました。その時にその口頭でこれから進めてくださいとかっていうのがしっかり伝わってたら、私そんな機械に弱くないので、それそのままそちらの方で登録進めたと思います。ただこれって決して文句とかじゃなくて、もしかしたら皆さんもそういう風にメールとか、ショートメールとか、あとはそのように書面とかでですね、皆さんにこう伝わってるかもしれないんです。なので今一度こう何か契約とかそういう進める時につまずいてしまったら、それをしっかりと見直していただきたいなと思って、今回ちょっと動画に残そうと思いました。まあ、はっきり言って今回の場合は私たちが悪いです。しっかりとその契約書だとかその送られてきてるメールとかっていうのをもっとしっかり確認していればこんな風にはならなかったので、はい、なので反省の意味を込めて今回このようにお話しさせていただきました。はい、まあ今日ですね、無事アハモに登録できまして、このようにですね、私の iPhone12 Pro Max もこちら 5G として認識しております。まあ、パッと使ってみた感じ大きな違いっていうのはないんですけど、通信速度とかっていうのはしっかりこう電波拾うところだと上がってくると思うので、その通信速度が上がるっていうところがおそらくカメラというところでですね、一番効果が感じられるのじゃないかなと思います。アプリの通信速度だったりとか、あとは検索の速度、あとはこのスマホと連動して何かあってそれをデータとして送ったりとかって時にスマホって結構使うと思うんですね。そういったところが今回カメラ関係じゃないのかなっていうところで、合わせてお話しさせていただきます。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではこのようにカメラ関係の、パーツですね、今回はマイクだったんですけど、そのようなものとかレンズ、私が大好きなオールドレンズで、それに合わせて他にもこの E マウント、APS-C の E マウント ZV-10 と他、ルミックス S1、S5、FPL とそれぞれ L マウントアライアンスの、カメラを持っております。そちらの方のレンズっていうのも今後こう皆さんがこう何か参考になるんじゃないかなって形で使用させていただいて、感知とか映りっていうのをこうシェアしていければいいなと思います。はい、またそちらの方のこういう同じようなこう興味がある方はぜひこちらのチャンネルご登録いただきまして、私と一緒に楽しんでいただければいいなと思います。で、私の励みになりますのでぜひグッドボタンもください。で、あとコメントとかで交流いただいて、私にこういうことをやってほしいとか収録してほしいっていうのをお伝えいただけましたら、できる範囲でこういうそういうのも収録していきたいなと思いますので、ぜひアイデアもください。はい、本日もありがとうございました。失礼いたします。